幻影公園。自然の靴下は盗みやすいわ。どういうこと？靴下泥棒なの？この人。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回は、夢見がやっと行けるようになったということで、ですね、他の人の島に出発していきたいと思います。このまま眠りにつこうかな。眠ります。めっちゃ日の光が当たりそうやけど、まあ、でも頭の部分だけやけん大丈夫か。なるほど、必ず、これもまた広場ってことやね。さあ、目を開けてくださいな。ほい、アイカ島に到着。あなたは今、アイカという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それと、夢の中での過ごし方について、アドバイスが必要な時は、私に声かけてくださいな。それでは、都のアイカ島をご堪能くださいまし。やっぱあれか、到着してすぐの、島全体が見渡せるみたいなのがないけん、その分ちょっと寂しい感じはするね。ドリーム。いいね。この愛花島はもちろん、飛び盛り時代の、愛花村に、ん愛花村と同じく、ガラックさんの作った愛花島です。これ何？夢の中よね、これは。ええ、夢の中ですとも。んーと置いた。置いた。鼻水？なぜに鼻水？とりあえずここは、でもプレゼントありすぎるけんあれよね。一応全部開けてみる？こんなに持ち物欄あったんやっけ？ちょっといまいちわからんけど。ちょっととりあえず気になるけん全部開けてみよう。なんか身につけるものってことなんかな？こっちが。毎回間違えるんよね、これ。はい。あ、鼻水。え、鼻水しかない、もしかして。ちょっとゾッとした。ちょっとゾッとしたぞ。鼻水しかないよ。これも何かしらの、物語のヒントなんだろうか。ちなみに今回この愛花島は、人食い島と、ちょっとね、関わりがあるっぽいんよね。ツイッターのツイートで見させてもらったんやけど、そう、ゾルさんがつぶやいとって、どんな感じで関わりがあるんかがすごい気になるんやけど。うおー！見事に全部鼻水。これ垂らしていった方がいいんかな？そういうことじゃない？鼻水垂らしていった方がいいとかいうことじゃないかな。とりあえず外しとこっか。鼻水がいっぱいある。花粉症とかいうことではなく、さっきからすごい影が気になったんやけど、これ何？化石？何の化石なんやろ？なんか、何あれ？何の化石？え、化石をね、なんか首二つない？そういう設置の仕方とか、そういうこと？何かわからんかった。見えるんかと思ったのに。なにこれ、なんか、角と尻尾だけ色違う、金色や。なんか色々と、え、長っ！え、長っ！どういう状態？なんか、めっちゃ目覚まし時計いっぱいあるんやけど。大砲？え、ここまでしないと起きないというのは一体どういう、一体どういう、向こう行けるんかと思ったけど行けないのか。なんか周りに、もしかしてこの辺でも取れるんかな一応。いや、取れなかった。取れなかった。何が置いてあるんやろうね。あ、すごい、なんか、ね、水。マイレザで水作っとる。ん？こっから抜けれんかったよね。こっち。いや、こっから抜けただけか。ってことは、ここはいけないと。待って、地図。とりあえず、こっちに一軒家があるっぽい。びっくりした。あ、外にも音楽が流せるんか。ほうほう。
めっちゃカメムシいっぱいおるやん。で、これ何？桜の花びらか。ね、私の島最近カメムシでんくなったんやけど、どういうことなんやろ。なんかめっちゃいっぱいあるよ。めっちゃいっぱいポスト。そしてボーダーのマリンスーツ。え、こういう感じで置かれるん？へぇー。なに？靴がいっぱいある。え？なんか赤い靴がいっぱいあるよ。探してます。ちょっと待ってね。とりあえずここ一軒入ろう。お邪魔します。なんか奥にも探してますってある。蛇口がいっぱい。これは、誕生日ってことよね。誕生日のお祝い。これ両端は友達？一応ストーリー的には、飛び盛りの頃と同じような感じなんかな。まあ、でも再現度というか、ね。いろいろとより一層すごくなっているんだろうけども。はい、左の部屋へ。何この部屋？リンゴ、あー、アダムとエブってこと？かな？ん？そういうことではなく？なんかあれやん、リンゴと、こういうギリシャ系のね、彫刻。神話、アダムとエブってことではないんかな？違うかな？そうだと思った。はい、そして、あ、奥はいけんくなったよね。こっちは入れる。はい、右の部屋へ。何ここは？なんかいっぱい。ん？何あれ？え？あの壁にかかってるの何？化石？ん？骸骨かなとも思ったけど、何なんやろあれ？なんか謎の。そしてみんな一斉に、あっち側向いとるね。何を見てるんだい？こっち側に何かあるってことなんかな？もうとりあえず意見っぽいけど。はい、じゃあ、上の階へ。あ、2階は、これお父さんお母さんと愛花ちゃんってことよね、きっと。で、これお母さん単体の絵と、犬。ふんふんふん。なるほど。まあ、普通に仲睦まじい家族っていう感じよね。このラジカセかわいいなぁ。かわいいなぁ。はい、そして地下へ。ん？地下はなんか、何これ？何が落ち、何のチケット？なんかみんな向こう側向いとる。何これ？誰？なんか口裂けてる？この子よね。でも、前に置かれとるこの子の絵はめっちゃ可愛いけど、後ろ振り向くとなんか、口裂けみたいな感じになっとる。なんなんやろ。めっちゃ明るい音楽流れよるけど。はい、お邪魔しました。さあ、それじゃあ、向こう側に、お、びっくりした。ここは入って、いけない感じなのか？ん？ここに3つ靴が並んでるけど、こっちにある靴は確実に、あれですよね。海の中に入ってますよね。これは、これを着て、海から行けということか。私の初期の時のマリンスーツと一緒や。待って、入れる？お。よし、入れた。で、多分こっちからぐるっと回って、あの家に行けるんだと、思うんだ。あれ、上がれない。え？待って。びっくりした。岩が邪魔しとったんかな？はい、来たよ。何これは？食べこぼし。鼻水の次は、食べこぼしがいっぱい。愛花ちゃんのってことかな？これ全部拾ってきたけど。別に拾う必要なかったよね、多分。でもまあ全部ね、プレゼントみたいに包まれとってわからんかったけん。
これは、なんか靴下がいっぱい置かれてあるんやけど。探してますって、これは、人探し？物じゃないよね。ん？洗濯機が。幻影公園。静江の靴下は盗みやすいわ。どういうこと？靴下泥棒なの？この人。え、靴下泥棒さんですか？なんかいっぱい探してますがある。てか外にこんな感じで置ける。これもしかして前でさ？置いとるんじゃなくて。え、わからん。ちょ、お邪魔します。もうびっくりした。え、これは埋められ、びっくりした。なんかと思ったわ。めっちゃ動くけん。埋められとるってこと？なんかめっちゃ水が。水をやったら何が生えてくるんすか？ほい、ちょっと待って。右側の部屋へ。え？こっちはこっちでなんか釣られてるんだけど。でもなんか、怖い愛花ちゃんと可愛い愛花ちゃんがおる。何？どういう状況なの？この家は一体何なの？そして明るい音楽。はい、それじゃあ、2階へ。ん？ここは、何なんだろうか。普通に、いやでもこれ便器であることは何か意味があるんだろうか。ねえ、綺麗なレストラン風やけど、めっちゃ便器なんよね。ね、これ切り株から生えとるの確実に毒キノコよね。これは一体何をミキサーで回しようかな。ん？はい、そして地下へ。地下は、牛がさらわれる？なんかそういうのあったよね。なんか牛が UFO にさらわれてさ、なんか臓器抜き取られていくみたいなの。なかったっけ？そういう現象。外国の方で。それを再現しとるってことかな？はい、お邪魔しましたー。びっくりした。探してます。なんかめっちゃ靴下散乱しとるやん。え、なんか島中に散乱してない？お、サメ。あの人が盗んだってことなんかな？自転車がいっぱい止まってる。ここの公園に遊びに来た子たちの自転車？ってこと？公園の中にも靴下散乱してるよ。びっくりした、こんな遊具があるんかと思った一瞬。なるほどね。あの、剥製というか標本というか、あれね。なにこれ？キノコ。めっちゃキノコ。そして水が流れて。ふんふんふん。ホーム。すごいな、同じ化石がいっぱいある。え？あんなところに。何やってるの？何やってるの？流しそうめん？普通に流しそうめんやってるっていう解釈でよろしいんだろうか。何これ？宇宙人？え、何これ？なんか謎のエビみたい。ここで何かしら研究というか、え、何？この生物なんで囲ってるの？生物だよね。なんか謎の生物がいっぱい掘り起こされたってことなんかな？ここは、お？何？不穏な感じ。土偶がいっぱい並んでいる。ここは一体、あそこで何を塗ってるんだろうか。お、そして、あ、これは、この人たちのキャンプ地というか、テントということかな。何の施設なんやろうね、ここ。びっくりした。ベルソー発掘隊。戦争に勝つにはベルソーがいる。なんだベルソーって。ベルソーっていうのがあの囲ってた生物かい？
なんか謎の生物。ベルソーやってベルソー。あれ、アイカちゃんじゃない？ねえ、そうよね、確実に。ちょっと待って。ん？あっち側にはどうやって行くのだろうか。ここから渡っていける感じか？いや、違う。段が上がっとるね。地図地図地図。こっちの、なんか人形がいっぱい。こっちの裏から回って、なんか飛んだ。なになになに？アリに囲まれ、待って、どこから来た私は今。あれ？普通に。普通に歩いてきた。どこから行けばいいんだろうか。あ、またあれかな？なにこれ？ファストビレッジランク D。ファストビレッジランク D。過去の村？過去の村ランク D って何？ランクとかあるん？あ、ここから上がれる。な、びっくりした。曲にビビる。曲にビビる私。あ、これついてすぐのところの上やんね。ふんふんふん。これ何？キノコ？あ、音楽が落ちとるよ。大好き。アイカ村にも大好きいっぱい落ちとったよね。これは？これあれかな？あの、絵が描かれとった猫の子かな？と、アイカちゃん？なんか向こう側にもいろいろと。あの木馬の色かわいいな。アイカビレッジランク D。アイカビレッジになったよ。ランクとかあったんやね。何これ絵が描かれてある。これが一体どういう絵なんかが。帽子をかぶったアイカちゃん？白黒版。違うかな。よっ。腐った株。ゴミだらけだよ。人の不幸がそんなに楽しい？そんなことは思ってないです。ちょっとお邪魔するね。うわぁ。あんなに幸せそうな家族が、一気にこんな感じに。何あれ？ハエ？え、ハエこんな感じになるん。何これ ?360 度どっからでも見れるんや。壁があるんかと思った中に。荒れ果ててしまっている。ちょっと左の部屋へ。ん？左の部屋は、蜂や蜂だらけ。何捧げてるのあれ？何のレシピ？何かしらレシピをお母さんに捧げとるね。何なんやろう。何を作ろうとしようんやろ。ほい、そして、奥の部屋へ。行けんかった部屋や。ん？これは？なんて書いとん？え？な、え？なにこれ？日本語？ん？日本語なんかなこれ。なんて書いてるのかが全くわからねえ。え？謎の民族文字みたいな感じ？うわ、斧持ってるし。何ちょっと犬の餌みたいな。人を殺したけん捕まってここに入れられたんかな？横にある首なしは？ほい、そして、てか周りで見よった人たちは一体何なんやろ？ほい、左じゃない、右の部屋へ。ん？右側は？何？なんかめっちゃ貫かれてる感。ね、部屋を。どういう部屋なんだ、ここは一体。はい、それじゃあ、2階へ。あ、またしてもこれ。犬もぐしゃぐしゃ、お母さんもぐしゃぐしゃ、そして自分もぐしゃぐしゃ。あ、見て。この鉄道模型さ、最初のところでは春やったのにここでは冬になっとる。
もしかしてあれか？夏と秋もどこかにあったんじゃないか？お邪魔しました。はい、そして地下へ。何？地下。どんぐりがいっぱい散らばってるんだけど。そして、愛の結晶。これ、あれよね。この服装。お父さんとお母さんで愛花ちゃんやろ？何この部屋。なんなんやろ。お店屋さんごっこ？ごっこにしてはめちゃくちゃ豪華やけど。なんなんやろ。お店屋さんごっこなんかな、これ。はい、お邪魔しましたー。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。